この礼拝を通して、私たち一人一人の一週間の歩みがより豊かなものとなりますように心から祈ります今日はこの使徒言行録の5章の17節から26節のところからですね私たちがこのキリスト教の信仰を持って生きるということについて 考えてみたいいと思いま,すまあこの日本でまた愛知県で私たちがキリスト教の信仰を持って生きるということキリストの教会に通い神への信仰を持って生きるということは私たちはこの当たり前にこうなっておりますけれどもそのことをこう改めてちょっと考えてみたいなとこう思うわけです。 ここにいる私たち一人一人は、この教会との関わりというのは、こう、本当に様々だと思うんですね。中には、もう生まれる前から、教会に、まあ、礼拝に集っていた者も,もいるでありましょう。また、まあ、途中でですね、まあ、いろいろなことがあってから、こう、教会と、こう、関わり、礼拝に、まあ、来り、来てですね、この洗礼を受けて、 キリスト者としてのこの歩みをこう続けていくというのもこういるでしょう。私たち一人一人、この教会とのまあ出会いというか、その歩みというのは一人一人。当然のようにこうまあ違うわけです。まあ、今日このまあ日本というか、私たちがこのキリスト教の信仰を持つということは、まあある程度こう自由に。 この信仰生活を守るるこことととでできると言ってもいいと思うんですねこの世界を見,て見渡しますとまだまだこの自由にこの信仰を持って歩むということが難しいこの地域も私たちはあることを知っています。そのような意味では私たちはある程度自由にそれぞれがこう大切にしている あのキリスト教の信仰をこう持って歩むことができるということはこの幸いなことだと思うんですね。えー、今日のところをこうまあ読みながらですね、えー、このキリスト教の信仰を持つというまあ今のこととですね少しこのまあ時代がこうさか遡ってですね、えー、こう見てまいりますとこの日本で このキリスト教の信仰というものは持つということは簡単なものではありませんでした。それはあの皆さんよくご存知だと思うのですけれども、一人がこの信仰を持つということは、家族の中でまあ家族関係をまあ切ってでもですね、その信仰を釣らなければならない。また家族がキリスト教の信仰が入れば、 その地域からまあ出ていかなければならない。またはその地に留まってもさまざまなこの迫害を受けなければならないということがこうありました。今の時代とはかなり厳しいものがあったと思うんですね。それであのえっ、ー、とちょっと自分のことをこう振り返ってこう見てまいりますと、えー、まああの私はあの茨城県のまあ北の方にこう。 その話はここで何度かお話したことでありますけれどもで高校に行って1年生のクリスマスの時に初めてこう教会に行きまして2日目で宣礼を受けましたそして家に帰ってですね、まあ、家族の者のにキリスト教の信仰を持ったとこう、まあ、まあ何の疑いもなく こう告げたんです、ね、まあ今その時をこう考えれば自分は何,のこと何も知らなかったんだなということをこう改めてこう思うわけですけれども親はとととんででもないすすぐやめろとこうまあ言ったわけです、まあ、自分は本当は何のことかよく分からなかったのかもしれませんけれどもえまあこの若気の至りということで親に対するまあ反発もこうありましてまあその地域性ということもありまして このどういうわけかやっぱりこのキリスト教が一番だと思ってですねそのように行動いたしました、えー、親が拝んでるのは偶像礼拝だこれは間違いなんだとこうですね本当にこう大胆にこう言って、えー、親はですねこの毎朝、えー、そのまあご飯とかですねこうあげてるんですけれどもその日以来あげることはしませんでした、えーまあ、それが まあ自分にとってのこの正しさということをですね、その当時10代の時は少しのこう疑いもこうなかった。この自分が信じているキリスト教が絶対なんだと。それ以外は全くこう間違いなんだと。で、その間違って、自分の親とかですね、この周りの人たちはこれはおかしいんだと。親こそ本当のこう神様のことを 信じなければならないんだと、まあ、そのように、こう、まあ、そこまで、こう、思っていたわけです。まあ、あの、まあ、なんていうんですかね、このわ、わあの。若い時の勢いというか、そのような、こう、ものでありました。で。まあ、田舎を出てですね、この東京に行って、で、東京での生活、それから。やがて、この教会の牧師となって、その中で、こういう話、ちょっと恥ずかしいんですけども。まあ、あの、お正月には。 年に1回だけこう帰っておりましたその時にこのね自分の親は自分がこのキリスト教の牧師をしているとは絶対言わないでほしいとで自分たちは自分のまあバカ息子は東京で学校の先生をしているそういうふうに話しているからキリスト教の牧師であるということは一切言うなとまあ正直にあの迫ってこうまあ言うわけですよまあ自分のまあ選んだ道ということで まあそのことはまあそれとしてですねずっとそのことをまあそのようなこう関係でありました。で今こう振り返ってこうまあ見るとですねその自分のこの正しさということはまあ自分にとってはそうなんですけれども冷静に考えてみると自分がもし親だったとしたらですねその息子の行動というものを どのようにこう受け止めていたんだろうと。もう深いこう悲しみというか、どこか、どこがどう間違ったのかと、そのようにこうまあ受け止めていただろうということを、まあ、この年になって、まあ親と、親と同じというわけじゃないですけども、ある程度の,この年齢となって、冷静にこうまあ見ることができるようにこうなりました。えー、あの田舎の方ではですね、 キリスト教のこととをやそっるんですね。親はあの僕の顔を見るために旅にですね「やそはやめろやそはやめろやめてくれと」とそのようにこう、まあ、懇願していたことを今でもこう、まあ、思い出します。まあ、それぞれのいろいろなこう立場があって、まあ、自分がそれをこう貫いてきたというのが、まあ、本当の意味でこう何がこう正しいことなのかということを改めてこう、まあ、思います。 10代の時をこう振り返った時にですねこの自分の信仰が正しいんだと他は間違っているんだというふうにこうまあ思いますで冷静になってまああの親に謝りたいなという気持ちが出た時にはもう親はこの世にはいませんでしたあの自分の歩みとは何だったのかなとこうちょっと考えることもこうあります 旧約聖書をこう読んでおりますと、この聖戦という,こう考え方があるのは皆さんご存知だと思うんですね。聖戦、聖なる戦い。別な表現をすると、神の戦いということにこうなります。えー、吉秋の六章の十六節にですね、時の声を上げよう。主はあなたたちにこの町を与えられた。町とその中にあるものはことごとく 滅ぼし尽くして主に捧げようという、そういう言葉がこうあります。ちょうど、まあ、祈祷会はですね、新明記が終わって、今度からこの吉秋にこう入るんですが、イスラエルの人たちがこの約束の地に入っていくということは、非常にですね、あの、イスラエルの人たちは、この先住民とこう戦って、まあ、滅ぼし尽くせと。 そういう感じでこう神様はイスラエルの人たちにこう言うわけですよ。それはこの先住民が間違った神を拝んでいるから偶像礼拝をしているからこの神の民イスラエルがこの住んでいる人たちを滅ぼし尽くさねばならない。こういう,こう考え方がこうあるんですね。でこのまあ義明を読んでいきますと そういう,こう考え方というの非常にこう強くこう出てまいります。まあこの聖戦という話を聞くと聖書って少し嫌だなってこう思う人もいると思うんですね。やっぱりこの神様の愛は全ての人たちに注がれている。それなのに旧約聖書ではこのように神を信じない者に対してこういうふうにこう厳しい滅ぼしつくせとは 一体どういう考え方なのかというそういう思いがこうあると思うんです。でも旧約聖書にはそのような考え方が実際こうあるわけです。それで今日の聖書の価値になります。この使徒原稿録の今日は5章のところですけれども、このところではですね、このイエス様の弟子たちこの人たちっていうふうにありますけれども、え、ー 聖霊を受けて、イエス・キリストの救いの出来事を知ってですね、そのことを大胆にこう語るようになりました。そして、ペテロによる奇跡も行われました。で、そのことをこう見ていた、この大祭司やサドカイ派の人たち、まあ、つまり、このイエス様を十字架につけた人たちは、この彼らの行動を にがにがしくこう見ていたわけです許せないとそこでこの大祭司やサドカイ派の人たちは一度この弟子たちを逮捕してあの牢にこう入れてしまうわけです。でその時にこのまあサドカイ派の人たちはこの弟子たちあの人たちにですねイエス・キリストの名によって語ってはならないと厳しくこう忠告して すするわけですしかしこの人たちはそういうことをですねこう気に留めず大胆にこのイエス・キリストの福音をこう語り続けていきましたそれを見ていたこの大祭司とその仲間のサドカ派の人たちということであの使徒言行録の五章の17節には「 この彼らがです、ね、みんな立ち上がって妬みに燃えてこの人たちを捉えて公の牢に入れたとこう書いてあります。つまりこの大祭司や佐渡会派の人たちはこの人たちイエス・キリストのことを語っている人たちの,このその行動を許すことができなかった。だから捉えてこの牢にこう入れたわけです。 でこの聖書を読んでいきますとこの大祭司やこのサドカイ派の人たちまたはこのパリサイ派の人たち、まあ、ユダヤ教の指導者たちは、まあ、この人たち教会の対して迫害をしていくことになりますそういう迫害の中でキリスト教の伝道というのがこうなされてこういくわけですね妬みに燃えて こういうふうにこう書いてあります。大祭司やその仲間のサドかイ派の人たちがこの人たちに対する思い、妬みに燃えて、人たちを捕らえて、公の牢にこう入れたこうわけですね。入れられてしまった。で、この人たちにしてみればですね、人たちにしてみれば、まあそして自分、 10代の自分ととと重ねね、ね。てみればででですすここううううういにはきる思ん自分たちはこの神の名において正しいことをしているんだとだから大胆にイエス・キリストのことを語らなければならないそういう思いの中で彼らはまあ伝道しているわけですそれに対してそれを見ていたこの大祭司や 佐渡会派の人たちは思いは同じなんですね。自分たちは神様のために正しいことをしている。あのイエス・キリストの名を語る人たちは間違ったことをしているんだと。とんでもないと。だからこの牢に入れてしまったこうわけです。同じ神様を見ているという面では全く同じ。 神,神様に神様を信じて神様に忠実に生きようとしていた人たち。けれどもその神に対する思いの中でその違いがあってですねその違いによってこの人たちはこの大祭司やサカイ会の派の人たちから迫害を受けるということにこうなっていくわけです。 この人たちは公の牢の中にこう閉じ込められてしまった。でこの首都原稿録の,の5章をこう読み進めていきますとこの19節のところを見ますとですねところが夜中に主の天使が牢の戸を開け彼らを外に連れ出したってこう書いてある、まあ、主の天使というか、まあ、精霊というふうにこう考えていい,いいと思いますけれども 神様の御手が働いてこの人たちは牢を出ることができたわけです。で考えてみるとまたこの大差しや佐渡部谷の人たちから迫害を受ける自分たちは何も悪いことをしていないというその流れでこう考えてみますとですね逆にこの人たちは や大祭司や佐渡海派の人たちに対してまあ攻撃を仕掛けるというかこのまあちょっと言葉悪いですけれども神殿を破壊したり彼らをこう傷つけたりそうすることもまあ考えられることなんではないかなってこうまあ思うわけです。そういうふうにしてもおかしくなんじゃないかとこう 考えられるんじゃないかと思うんですね。ところが、この聖書を読んでいきますと、20節ですね。この主の天使が、この人たちにこう語るわけです。その言葉がですね、行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を残らず民衆に告げなさいと言ったとこう書いてある。 まあこの言葉はこう何気なくこう読んでしまうんですけれどもこれはすごいことを言ってるんだということを私はこう気づいたんですね。言って神殿の境内に立ちこの命の言葉を残らず民衆に告げなさいとこう書いてあります。神殿の境内というのはまさしくこの自分たちを迫害している 大祭司とその仲間のサドカイ派の人たちのまあ拠点にこうなっているわけですね。その人たちに彼らを攻撃性とは書いてなくて命の言葉を彼らに語りなさいとこういうふうにこうまあ語っているんですね。ここれはののキリスト教の 伝道していくということでとてもこう大切な言葉なのではないかなとこう改めて私は思いました。この神殿の境内に立って命の言葉を残らず語りなさいこの言葉はこの迫害している大祭祀や この仲間のサドカイ派の人たちに対してこの命の言葉を語りなさいとこうま語っているわけです。これはあの天使の命令、神様の命令というふうに言っていいと思うんですね。でこの21節を見てまいりますとこれを聞いたこの人たちは夜明けごろ境内に入って教え始めたとこう書いてあります。 この人たちはこのまあ敵対しているこの大祭司やサドカイ派の人たちに命の言葉を語り始めていくということにこうなっていくわけですね。このイエス・キリストの福音をこう語るということを。 改めてこのところからこう考えさせられました。この言葉というのは、この人たちだけにこう語られているのではなくて、ここにいる私たち一人一人にも語られている言葉であります。私たちが牢の中にいて、まあ牢から出ていってですね、このあなた方は、 行って神殿の境内に立ち、この命の言葉を大祭司とその仲間佐渡ヶ派の人々に語りなさいとこう書いているこれはこの私たちにすればですねこの身近な人たちに対してこのそれを語りなさいと。 この身内に語るというのはとてもまあ難しいことはこう分かるわけですけれどもこの命の言葉を語るということの意味を私たちはですねこのところからこう考える必要がこうあると思うんです。それはこの私たちはですね日常生活の中でそのいろいろなこう環境の中にこうあるわけですね。 私たち一人一人こう違う環境の中にこうあるわけです。全てがキリスト者という場合もあれば自分だけがこうキリスト者ということもこうあるわけです。非常にこう身近な人がそうでもない場合は非常にこう多いわけですけれども改めてこの神様は私たち一人一人にやっぱりこの一人一人を尊重されて大切にされて生きているんだと。 この一人一人に対する尊重する思いというものをまず持ってその上でこの自分の大切なものを大切にしていくということがこう改めてこう求められている、まあ、考えてみれば基本的なことなのかもしれません私たちがこのイエス・キリストの福音を信じて歩んでいくということそれは自分たちの正しさを押し付けるのを ではなくてやはりその相手の思いとか相手の,そのいろいろな思いを尊重してその上でこの共にこう生きていくということが求められているということをこの聖書のところからこう受け止めていきたいとそう思うわけですイエス・キリストをイエス・キリストを述べ伝えていくというのは なかなか難しいことでありますけれども、私たちがそれぞれ、それぞれの場所でこの信仰生活をこう続けていく。その中で、ここにはですね、この大切なメッセージがこうあります。一人一人が大切にされて、いろんな思い、いろんな考え方をまず尊重した上で、そしてそれで大切していることを受け止めて歩んでいく。で、私たちは、 私たちがこう大切にしていることを述べ伝えていく。そういうことがこう求められている。なかなか難しいことだと思いますけれども、神様が私たち一人一人に求められていることをこう思いながら、日々の生活を過ごしていければと心から願います。お祈りをいたします。神様。 今日も礼拝を守ることができてありがとうございます日常生活の中でさまざまな出来事が起こってまいります自分の大切にしていることまた身近なものが大切にしていること時には自分の思いが強すぎて相手を傷つけてしまうということもこうしばしばあります どうか相手身近なものを大切にし、一人一人が持っている、そのことを尊重しながら、ともに、歩んでいくことができるように、導いてください。この願いを、主イエスキリストの皆によって、祈ります。アーメン 436番。